はい、どうもショータイムゴルフです。イエーイ。ちゃんとロッカーに持ってますね。ドミンゴルール採用で。固まった。お願いします。チャンス。ステかな。最悪。うまっ。ナイスキー。オーバーで回ったね。ナイス。8。1だ。返上。
のビヨンドパーティーシャフトがあのヘッドスピード30から50まで、30から50まですごいです、広いですよね。人なら全員に合うみたいで、実際俺結構曲がってますけど、あの練習場だと全然柔らかいなとか 思わないんで、まっすぐ行くんで、ワンフレックスみたいな、ワンフレックスです、アイアンも全部、ネックスジェンみたいなやつだね。あ、そうです、そうです。じゃ結構柔らかいんだ、基本は。すげえ柔らかいっすよ。こんな下になりますもん。うわ先が、クラブセッティング面白いね。やっぱシンプルにドライバースプーン7番ピッチングパターン逆に言うとこれでやっとみんなと対等に戦えるの、うん、っていうのはあると思う。たまには振ってやろうぜ、いくら寒いからってさ。広いしな、フェアウェイ。いやー、マジ振り遅れた。はい。なんか発音が良かった。残念ながらボールは。ラス。
スコアが出ちゃってるってことは普段曲がりまくってるってことだ。そうだね。こういうのもたまにはいいね。そうグリーン周りが特にロフト立ってるクラブでやんないもんね。ロフト立ってるクラブでわざわざふわりと上げようなんて考えないもん。まあね、男は立ててなんぼだもんね。立ててなんぼやから。OB 実質 OB一緒だからグリーン乗んなきゃ。
ダボダボダボ。まず7。この動画を見て、いいねと思った方は、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。お願いします。